さっき体液性免疫ってやったのに細胞性免疫なんていう違う種類の免疫が必要なんですかって思うかもしれないね。だけど例えばウイルスに感染した細胞、ウイルスに感染した細胞、細胞って自分の中でウイルスのためのタンパク質をどんどん作る、ウイルスを作る工場になってしまうんですよ。これがウイルスを作るタンパク質なのね。で、さっき出てきた、ね、素晴らしい抗体っていうのは体液性免疫っていう言葉からも分かるように体液中に放出される。例えば血中とか、まあ、つまり細胞外ね。したがって細胞の内部で悪さをしてる奴らに対してはなかなか効果が薄いんですよ。そんな時にどういう仕組みがあるかっていうと、このウイルスに感染した細胞はそのウイルスの一部をやっぱり MHC に乗せて他の細胞にアピールします。僕の中にこんなやつがいるっていう泣く泣くのメッセージを外に出します。で、細胞性免疫っていうのはキラー T 細胞が主役の免疫って覚えてほしくて、これ樹状細胞ね。樹状細胞がやっぱり抗原提示してる、同じ病原体ね、抗原提示してるのをキラー T 細胞が その情報を察知する。んってやばいやついるらしいなって。だけど多くの場合このまま直でキラー T 細胞は細胞を殺傷しに行きません。やっぱり細胞が自分の細胞が自分の細胞を殺す、ね、殺傷するっていうのはね、なかなか危ない、ね、ある意味で危ないことだから二重の普通は刺激を受けます。これまた樹状細胞ね。樹状細胞がヘルパー T 細胞と接着して、あってなんかやばいやついるらしい、これやばいやついますよってヘルパー T 細胞からキラー T 細胞へシグナルとなる化学物質が分泌されることが多いです、ね、サイトカイン、そういうふうにね、誰かを刺激する化学物質をサイトカインって言いました。サイトカインによってキラー T 細胞が、あ、いよいよ、あ、やばいんだなって思ってキラー T 細胞は この場合だったらウイルスに感染した細胞を殺傷しにかかるわけです。殺傷って言ってるけど実際はアポトーシスの誘導である場合が多いです。アポトーシスの誘導ってのはつまり君ねって、ウイルス工場になっちゃってるから自分で自分のこと壊してねっていう命令ね。自分で自分のことを壊してね、細胞自殺ですね、自殺してくださいっていう命令です。で、この細胞はその命令を受け取ってぐちゃぐちゃに自殺していきます。これがキラー T 細胞によるウイルス感染細胞の殺傷です。細胞性免疫は T 細胞が主役です、ね、T 細胞が主役の免疫、細胞性免疫をしっかりマスターしましょう。